株式会社瀬戸内クルージングは、広島県尾道市に、事務所を置く日本の旅客船を運航する、海運会社である。本記事では、瀬戸内クルージングの母体となっている、個人事業主の、瀬戸内中央観光汽船も合わせて触れる。瀬戸内中央観光汽船は1898年、創業。笠岡市本土と同市に属する離島、北、木島を結ぶ。 フェリー航路を運航している。本航路は保有する船名、金風呂丸で呼ばれることが多いとされる。岡山県日成高香川県大武港で、フェリー航路を運航している。瀬戸内、観光汽船とは別事業者であり、双方に関係はない。瀬戸内クルージングは従来瀬戸内中央。 観光機船が手掛けていた小道と行地島を結ぶ瀬戸田航路、またともの裏の観光航路を運航している。従来小道航路と笠岡航路の両方を瀬戸内クルージングとしていたが、2019年に双方を分離、笠岡航路は瀬戸内中央観光機船、小道航路は瀬戸内クルージングとしている。瀬戸内中央観光機船瀬戸内クルージング小道。 湯気航路で使用されていたホワイトドルフィン廃止された航路第21キンロマールゴールドフェニックス2018年8月配線ありがとうございます